はい、3月になりました。今日はね、飼っている女王蜂を引っ越そうと思います。ほらほらほら、今飛ばした、今毒みたいに飛ばしたぞ。ドーン、おはようございます。これがスズメバチの新居となる手作りの飼育ケース。作る過程はね、以前に動画でアップしたので、気になる方はそちらを見てください。使った道具とか材料とか軽く紹介してあります。そんな特殊なのは使ってないんで、似たようなケースが欲しい方もぜひ参考にしてみてください。これ2つの部屋に分かれてて、間仕切りにの壁に通路が開いてるの。この通路を塞げば、ハチさんのいない側をね、メンテナンスできるんです。そういう構造になってます。掃除とか模様替えとか、餌を置いたりとかね、できるようになってます。今回の動画ではスズメバチをね、冬の間使ってた寝室ごと移動して、朝起きたら寝室の外側がガラリと変わってるっていうドッキリみたいな感じで、ハチさんがどんなリアクションするのか、今までと違った行動するのか、その辺もね、観察していきたいと思います。あとはね、透明のね、この部分がアクリルなんで、映像もちょっと今までよりもね、綺麗に撮影できてると思うんで、その辺も注目していきたいと思います。ハチさんを入れる前に、クチキ、切り花、ポリブルボンの小鉢、こいつらをね、ケースに入れます。この口木は湿らせてね、温度調整に使ったりします。切り花はまだ蜜がついてるシンビジウムだからね、気がついたらまた舐めるんじゃないかな。あとこっちの小鉢はランテンでね、買ってきた壁掛けのポリブルボン、それをね、鉢に植え替えました。綺麗でしょ。真っ白いケースに鉢さんだけだと殺風景なんで、これらを入れて鉢リウムっていうのかな、みたいにして観賞用のケースに仕上げていきます。はい、完成しました。どうですか？ビップルームだと思いませんか？作ってる時はね、どんなのができるか心配した時があったんだけど、内装まで仕上げたら個人的には満足してます。じゃあ早速ハチさんを入れていこう。それじゃあね、お部屋を移動したいと思います。今はこの作ってあげた発泡スチロールのお部屋の中で寝ています。これごとね、新しいこっちの新居に移してあげようと思います。出てきたらどんな顔するんだろうね。起こしちゃった、起こしちゃったかもしれない、起こしちゃったかな。よし、ジェリーも忘れずに、足場の口木も入れといてあげよう。あとは出てくるのを待つだけ。出てくるのを待つとしよう。人のドッキリとは違うからね。どんな動きをするのか、リアクションがないのか、ちょっとわからないけど、それも含めて面白そうなので見ていきましょう。のれんのすぐそばまで来てる。もうすぐ出てくるね。撮れてる？カメラは？撮れてるか？大丈夫、撮れてる。あとは待つだけ。
出てこい。あや。くい。はい。警戒してる？触覚が動いてる。匂いで分かってるかな？雰囲気違うの分かってるかな？お？お？来た！どこ行く？お？お？来た！どこ行く？お？お？来た！どこ行く？ゼリーに行く？まずはゼリーか。お腹が空いてたか。足場が悪いのかな？ちょっと食べにくそう。次はどこ行く？羽パタしてるね。気に入ってくれたのかな？嬉しいのかな？ちょっと羽をパタパタして嬉しそうに見えます。後から思ったのですが、羽をパタパタしているのは地面が滑りやすいので体を半分浮き上がらせて歩くためかもしれませんね。巣に帰る？隣の部屋は調べなくていいのかな？母ちゃん？こっち？お、行った！行った！移動したぞ。隣の部屋を調べに行った。日だまりに行って体を温めてるね。起きてゼリーを食べて体を温める。いつものパターンなんだけど、うん、なんかちょっと触覚の動きだけ落ち着きがない気がする。でも気のせいかもしんない。いつも通りだ。いつも通りの動きをしてます。この後じっとして動かなくなっちゃったので、その隙にゼリーを追加しておきました。気がついた、気がついた、気がついた。ゴルゴだよ。ほら、君のお友達のゴルゴだよ。ほら、前よく遊んでたじゃん。ほら、ゴルゴだよ。ちょっと気まずいな。撤退しようか。撤退する。足、ゴルゴ。足。足が挟まった。ゴルゴ。警戒してるか。ゴルゴのこと覚えてるかな？動き出した。通り道に入れておこうか。というわけで、引っ越しは無事に済み、ハチさんも新居の中をいろいろと見て回ってくれたので満足しました。特に鼻から鼻へとアスレチックする姿はとても絵になる光景で、これからいつもその姿を見られると思うととてもワクワクします。2月の寒いうちに屋外で頑張ってケースを完成させてよかったです。しばらく経って見に来たら、前から住んでいる寝室の後ろに隠れてる。
今夜はここで寝るのかな。ちょっと新しい環境に怯えてるのかもしれない。うん、夜は気温もしっかり下がるから、その頃にはね、いつもの部屋に帰宅するんじゃないかな。以上、ハチさんの引っ越しの様子でした。またね。Thank you.